の戦いで天才味方につけ見事勝利を収めた信長公。その出城となったのは愛知県清洲市にある清洲城。戦国の清洲城は尾張の要と言われ、数々の戦国武将が関わり、数々の歴史が清洲城で起きた。その戦国時代の人々が生きるためにキラキラしていたきらめきをこの現代の時代にご登場いただきましょう。清洲城武将隊きらめき脱出の皆様です。わしは卓元宗音、寺の坊主であったわしは小高神平手正秀殿に目がやたらとギラギラしたやんちゃな小僧の教育係を命じられたのじゃ。その奇妙奇抜なやんちゃな小僧の名は吉報氏、後の織田信長公である。わしの生涯は毎日退屈せんかった。尾張清洲城に1555年に入ってからは、信長様の目は一国の大将ではなく、日の本を戦いのない世にと願う大大名の目になっておった。そう、1560年の桶狭間の戦いも清洲城からじゃ。この卓元もそうじゃが、この信長様という男に仕えたり、また血のつながりで過酷というか楽しいというか濃密な生涯を送った者たちがいる。弟である信勝様につき、信長様に刃を向けたのにもかかわらず筆頭まで上り詰めた鬼と呼ばれし猛将、織田家筆頭家老柴田勝家。織田家の血を受け継ぎ、父浅井長政と母お市の間に生まれるも、乱世の定め家族一同無念の最後を迎え、血の涙を流した忍耐の姫。ちゃちゃにございまする。信長様と生駒吉野様の間に生まれ、後に徳川家康殿の嫡男信康殿の正室となった、戦国に生まれし宿命の姫。世の名はおごとくなり。生涯の全てを捧げ、信長と共に戦国の世を駆け抜けた若き志士。我は森南蛮。信長という男に運命を捧げ、辛くともきらめき生きた者たちがこの現代の清洲城からきらめき導く。その者たちを人は清洲城武将隊きらめき組という。Oh, no.
代にもがきもがいて乱世の我慢清津塩で打ち消さえやりますので、元宝塚のまほろばゆうさんをゲストにやりますので、うん、ぜひ来てください。あ、外は あとですねセントレア今度来年やりますよね、はい、そこで入院賞新しい賞になります。拍手拍手。さあ今度はですね苦労をやめてですねきらめきバージョン、お紅白に向けて、そう紅白で純烈に続けて感じで続いて、さ さあそんな感じで狙っておりますので、はい、応援の方よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。本当に物販行きますと今の CD も売ってますから。終わり清須城では本にいろんなことがあり申した。桶狭間の戦いに清須同盟清須会議、戦国時代交通の要であった清須ではいろんなことが起きた。
まだまだ話が尽きないが、今日のところわし卓言の話はこれくらいとしよう。信長様に導かれし、きらめきの者たちよ、現世の世につなげよ。ありがとうさんじゃ。ありがとうさんでございました。じゃあわし何もやってないの。しかし本当最近サボりすぎだよ、ね、私も何もしておりません。あんまりもじゃな、申し訳ございません。最後どうかも。ありがとうございました。清洲城武将隊きらめきダッシュの皆様でございました。すごいですね。多分ね、全国の武将隊の中で一番大きい人が一番何もしないというですね、ちょっとあの変わった現象が起きましたですけどね。あの清洲城ね、あの行ったことある人 いらっしゃいますか。あ、結構いらっしゃる。ちょっと皆さんに聞いてみたいと思います。あの今日地元愛知県名古屋市から来たよって人。愛知県ありがとうございます。じゃあ関東から来たよって人。あら、ありがとうございます、ありがとうございます。関西から来たよという人。関西から、ありがとうございます。何、暇なの。そういうわけじゃなくて、あのここ、これ見たくて来たんですよね。あ、よかった、ありがとうございます、ありがとうございます。変わった人もいるもんでございますけどね。そんなことありませんよ、本当に素敵な人たちばかりでございますけど。それ以外の土地から来たよという人。ありがとうございます、本当にね。超暇ですか。そんなことないですよね、忙しいからね。ごめんね、ちょっとね、ありがとうございます、失礼いたしました。さあ、それではですね、今日は春